ウラジーミル・アレクサンドロビッチ・ジャニベコフはソ連の宇宙飛行士。ゴッドの宇宙飛行を経験している。現在のウズベキスタン・タシュケント州のイスカンダルの郊外で生まれる。生まれて、すぐに彼の家族はタシュケントに引っ越す。1960年に物理学を学ぶためサンクトペテルブルク大学に入学し、彼が常に興味を抱いていた飛行に夢中になる。 1961年にエースクの VM コマロフ高等軍事飛行学校に入学することを決意する。4年後に卒業しソビエト空軍のフライングインストラクターとなる。1970年宇宙飛行士に選ばれる。彼は同年に共産党に入党している。ジャニベコフはソユーズ27号、ソユーズ39号、ソユーズ T-6。 ソユーズ T-12、ソユーズ T-13 と5度の宇宙飛行を行った。合計宇宙滞在時間は145日15時間56分。2度のエヴァも経験し、合計時間は8時間35分。1986年に宇宙飛行士のプログラムを離れ、成人に関わるようになる。 1985年から1990年まで、ウズベク共和国の最高ソビエトの副議長を務めた。彼は絵画にも興味があり、作品は宇宙に関するものが大部分で、展示会で展示されたことがある。小惑星3170じゃナベコブは、彼の名にちなむほか、宇宙空間で、テニスラケットの定理を実演したことから、同定理には、 ジャニベコフ効果という別名が付けられている。ありがとうございます。